ここからは私が関係者からタレコミをちょっと聞いてきたので、お二人にぶつけていきたいと思います。何か心当たりありますか？ないです、まあ、私は結構もうタレコミ慣れてるんでそうだね、確かに確かにちょっと怖いですけどとっておきのが私あるんですよ。あります、はい、何ですか、はい、こんなの聞いてないよ。ゴッホ向井ブルーさん、はいはい、ご存知ですか？はい、ゴッホさんから川島選手へ、野島ステラ時代にチームメイトだった桜本選手から、春菜のシュートはかっこいいのに喜び方がキモいと指摘されていました。キモいは言い過ぎ。それに対し川島選手本人も喜び方の練習をしますと答えていましたが、レジーナに来てからゴールパフォーマンスは向上しましたかというタレコミが来てます。すごいとこから、すごいですね。すごいところから今パスが来ましたけれども。そうなんですよ、喜び方がめちゃめちゃかっこ悪くて、そもそもすごい点を取る選手でもないんで、あの取った時の喜び方が分からなくてびっくりしちゃうんですよ、はい、入ってびっくりして両手をとりあえず上げるっていうあそれから練習はされたんですか、喜び方の？してないですけど、今シーズン2点決めたんですけど、うん、その時は勝ってる状況での点ではなかったんですよ。負けてる状況だったか、どれくらいのガッツポーズだったよしみたいな、よし、はい、機会みたいな川島選手に何か喜び方のコツ？いや本当ちょうだい。何します？でもダンスやっとここじゃないですか、まあ、でもこれはもうサンフレッチェですもんね、だから一番ありですよ ね、あそうですね、3回やるっていう。とりあえず決めたら走ってってこれを3回やる。そうそう、大丈夫ですか？ダサくないですか？ちょっと今からやります。いや点は川島春菜選手です。これ大丈夫ですかこんなの聞いてないよ。住谷さんからの谷口選手へ、はい、これは結構真面目な質問です、うん、取材していても自分の役割やプレーを言葉にするのがとても上手な、うまい印象です。大学でコーチを兼任していた時の経験が生きているんですか？ーコーチというより、まあ、指導者がいなくて、そのサッカーしてる経験者が自分だけだったので、教えたりするとか、まあ伝えたりするっていうのはあったのと、まあ一応教育大学だったので、そういうまあ教育実習とか、まあそういう実習とか多かったので、そういうのが生きてるんじゃないかなって思います。うん、メディア対応とかも好きな選手もいれば、まあ嫌いな選手もいると思うんですけど、谷口選手は結構もうどっちかっていうと、まあ喋るのはそんなに嫌いじゃないよっていう。サッカーのことに対して聞かれるのはちょっと嫌いですね。逆にあのプレーの、はい、このプレーどうでしたとか、あのシーン振り返ってくださいとかって言われるのは覚えてないんですよ。あの誰からパス来たかもその映像を見ないとで誰がアシストしてくれたのかもわからない時が結構多いので、なんでそのサッカーのことについて聞かれるのはちょっと苦手です。じゃあむしろプライベートのことを聞かれる方が、そうですね、何でも答えれるので、なんかまあプレーにこう入り込むタイプじゃないですかね。だから無我夢中に本能で動いてるんじゃないですか。だからその空いたスペース、本能で動く、はい、空いてるスペースを見つけて、はい、そこをちょっと深掘りしないでだからもう感覚派ですよね。だからその恋愛とかも本能派ですか？わからないです。川島選手はどうですか？どこどっちですかね。あの恋愛は考えてやる方ですか？本能派ですか？直感。急に来たね。直感です。直感ですって浩二さん。なんで。谷口選手はじゃあ試合後のヒーローインタみたいなのも苦手？そうですね、あれだから放送事故みたいな感じで今来たんですけど、ああいう直後とか特に苦手です。やっぱ考えないとサッカーのことに対してなんですけど、ちょっと難しいですね。プライベートの話聞いた方が答えやすい。そうですね新しいね。あ、そうそうそう、何食べましたかとか、なんかそういうの聞かれる方が自分は得意です。谷口選手、はい、今日のゴール、こう流れを変えるきっかけになったかなと思うんですが、はい、今日は何の朝ごはんを食べたからあのゴールが生まれたんでしょうか？そうですね、やっぱ朝からバナナを食べたのがすごいでかかったなっていうのはありますやっぱりバナナはすごい体に栄養面でもエネルギー面でもいいって言いますもんね。はい、バナナを食べるとすごい元気というかエネルギッシュな気持ちになるので、やっぱそれが現れたかなっていうのはあります
やっぱりあのゴールを決めた試合っていうのはやはり右足から入ったり左足から入ったりそういうルーティーンがあると思うんですけど、今日何かルーティーンプラスでしたことはありますか？はい、試合前にプッチョを食べたことですね。やっぱプッチョはあの、まあ、すごい美味しいのでやっぱそう頑張ろうっていう気持ちになりましたね。やっぱり結構最後まで口の中になってこう粘り気がある粘りが生まれるっていう面ではやはり生きたんでしょうか？だいぶ生きましたね。もうこれから毎日プッチョを食べます。ありがとうございます。でこれで解説席に戻されるきついな。これ来たら小泉さんですよ。こんなリポーターいないですよ。いない谷口選手。でもそっちの方が答えやすいです。多分次の試合からクビになってます。試合の依頼来ないでしょうね。リポーター依頼絶対来ない。ありますよ。春田さんのなんかこの前一昨日 YouTube 撮影で広島松田さんにあのサインを書くってなって、春田さんが最後にサインを書く人やったのでその上にその広島松田さんへって書いてってなった時に、春田さんが松田って普通カタカナで書くじゃないですか。いや漢字の松って書きました。広島松それはびっくりしました。確かにそれ書かないじゃないですか普通。松田カタカナですね。はい、で漢字で書いたのはびっくりしました。漢字で書く方は確かになかなかいないかもしれないです。なんか違うなって思って最後まで松書いてました。でもそれ先方さん松田さんはどんな反応でしたか？大丈夫でしたか？めっちゃ笑ってましたね。めっちゃ笑ってました。ある意味貴重な色紙で。いやそれはド天然ですね。はい、逆にあの今ここで谷口選手への垂れ込み何かありますか？まあ、あの谷口選手が率いてる軍団と呼ばれるなんかあの集団選手の集団がいるんですけど。谷口軍団があるんですか？そうなんです。レジーナの中に、はい、そのメンバーがあの谷口選手がリーダーで大内選手、馬袋選手、西原選手の4人ですね。もう練習中でもあの監督の新さんもですしコーチもおい軍団って呼ぶんですよ。軍団連携深めろとか言うんですよ。軍団って谷口選手がこう一人一人。いや違う違う、自分が入ってった感じです。そしたらいつの間にかリーダーになっていた。はい、まあ、みんな、まあ、静かな子たちっていうかあまり決めれないタイプなんで、まあ、自分はまあ関西人でこうズバズバ何でも言ったり決めたりするんでそういうところからですかね。谷口軍団は日々どんなことを話し合うんですか？サッカーのことは全く話さないですね逆に。お、何話してるんですかね。本当にしょうもないことですかね。浩二さんの時どうでしたか？え、僕の時ですか？はい、急にですか？はい、あの森崎浩二軍団の中で。いや軍団はないですよ。なんで軍団作ったんですか今。地域で一番笑顔の集まるスーパーを目指し広島市内を中心に16店舗を展開するスターク。毎週土曜日に開催している朝市では鮮度が良く美味しいお買い得商品をたくさん取り揃えています。さらに毎週土曜日はスパークコジカカードのポイント5倍デー、スパーク電子マネーコジカカードでお支払いいただくと通常の5倍ポイントがつくビッグチャンス。ただいま新規会員募集中です。毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで。ヘネシークレイジーホームワンマンツアー開催間近。ニューシングル限界モラルラプソディを引っ提げ広島のワイズを皮切りに全国5カ所全6公演のワンマンツアーを開催。ツアーファイナルでは広島クワトロの開催も決定。広島から全米1位を狙うロックバンドヘネシーの熱いライブを見逃すな。チケットは E プラスにて好評発売中。開催日時は7月18日、会場ワイズにて午後5時30分スタート。お問い合わせはキャンディープロモーションまで。綺麗に欲張りなあなたに優しいエステ完備の24時間ジム、2022年7月、ベースワン袋町公園店がグランドオープン。女性限定24時間ジム、完全個室のエステマシンをいつでも好きなだけご利用いただけます。健康的な体、憧れの美しい体など、なりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。ただいま限定300名の先行入会受付中。詳しくはベースワン袋町公園店で検索ください。